刑事、てめえも歌舞伎者だ。覚悟はあるだろうぜ。戦人がまさか多勢に無勢は卑怯なりとは言わんよな。歌舞伎者の喧嘩は言うなれば戦だ。戦場で兵力差について文句を言う気はねえさ。てめえを倒して俺らは歌舞伎者として名を上げる。みんな一斉にかかるぞ。人を往来で数で襲いかかって消そうってのも戦、逆に乗されて命を失うのも戦だな。戦に臨めば死人と化す、それが戦に歌舞伎者だろう。死人が命乞いなんてするもんかねえ。好きな女がいるのかい？それじゃあ死人にはなれねえな。あとはやつ次第、生まれ変われれば未来が開ける。このままならいずれ命をドブに捨てることになるさ。しかしこの騒ぎを最後まで見届けようなんざ、あんた腹の据わった御仁だね。気に入った。だからなんであそこでてめえだけ突出すんだよ。危険だし味方も不利だ。てめえだけ目立とうってのか。うるさいうるさい。この剣だよ。てめえなんかにモノノフの心ってのがわかんねえんだよ。その点刑事殿との戦はいいぜ。あの人はわかってる。押し引きも知ってるから突出とかバカは言わねえし、ヒージ殿となら乗れるけど、てめえじゃダメなんだよ。上の言うことばかり気にして、モノノフじゃねえよお前。モノノフには一つの命を捨てるかもしれない戦、悔いなく出し尽くさせたいって思ってただけなんだが。なるほど、そう来るかい。ままならないもんだね。おお、あんたを茶の湯でもてなしたい。明日俺の家まで来てくれ。よく来てくれたね。プロの支度がしてある。茶の前にそちらを置そうしたい。おやおや、こっちの湯殿に来てたのかい。うちには湯殿が二つあるのさ。ついてきな、こっちだ。前田刑事、貴殿の仲間に加えていただきたく、趣向を凝らしもてなした次第。
気に入ってもらえたかい。7年の病なければ3年のよもぎも用いず、蜘蛛無心にして茎をいずるもまたおかし。しいかに心なければ月花も苦にならず、寝たき時は昼もいね、起きたき時は夜も起きる。九本連台に至らんと思う欲心なければ、80000地獄に落つべき罪もなし。生きるまで生きたらば死ぬるでもあろうかと思う。ははは、鋭いところをついてくるね。まあ月が綺麗なんだ。それで何もかもよしとしちゃくれないかね。